こんにちは。日本学術書道会の田村喜団です。今日も主婦の友社出版の前後便利帳から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、水を聞くすれば月手にありです。出典は前頭詩です。水を聞くすれば月手にあり、花を浪すればか絵に満つと追句になっています。秋、月夜に水を手ですくえば、空の月が手の中の水に移り、春、花を手で摘めば、その香りが衣服に満ち溢れるという大変美しい詩です。手の中に映った月も、衣服に映った香りも、共に実体がないものです。実体はありませんが、しかしそれは実在するのです。それはまさに私たちの心に宿った仏性です。そしてその月や香りという仏性も、水をすくうという実践、花を摘むという実践があって初めて得られるのです。それでは、水を聞くすれば月手にありを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。